ジョーガ像ジョーガは、中国神話に登場する人物、コウ、ゲイの妻。古くは、ガと表記された。ワイナンコランメイク君によれば、元は先祖だったが地上に降りた際に、不死で亡くなったため、夫のコウゲイが聖王母からもらい受けた不死の薬を盗んで飲み、月に逃げ、引き返るになったと伝えられる。別の話では、コウゲイが離れ離れになったジョーガをより近くで見るために、 月に向かって備え物をしたのが月見の由来だとも伝えている。ワ Y 難古外発編によると、後継がりの最中に月景樹の下で浄河と出会ったという。祖地天文では虹を切り開き服となしたとされる。道教では浄河を決心とみなし、大院聖君さらに月見や、高下祖葉元聖聖皇大院元君、月見や大院高君行動明王と呼び、 中秋節に祀っている。画が本来の表記であったが、前巻の文帝の名が久しであるため方、あざがたのよく似たを引きして、こう用いるようになった。後に作りの常の影響を受けて読みも上下に変化した。海南島などでは8月15日の晩に少女たちが水を張った器の中に針を入れて上下に 自分の運命の吉祥を示してもらうという習俗があった。針がすっかり沈んでしまって少しも浮かばないと運命は今日であるという。ジョーガという単語はガツの女神あるいは天女という語義で使用されることもある。アメリカで出版されたウィリアム・スウィントンによる英語のリーダー、スウィントン、エスフィフスリーダースピーカーでは、同書の17章にあたるザムーン・メイデンで、 日本の駿河国を舞台として、羽衣を持つ戦場を登場させ、それをムーンメイデンの単語を用いて表現しているが、それを翻訳した、スーイントン氏第五特本直訳では、ムーンメイデンをすべて、ジョーガと翻訳している。ありがとうございます。